二人の英傑が新たに異界に現れた。その報を受けた曹操は淳育に命令を下す。群がる敵を追い払い、二人を仲間にしてみせよ。王佐の才である淳育の力を信じての命であった。曹操の期待に応えるため淳育は戦場へと赴く。彼の頭の中にはすでに勝利の策が描かれていた。淳育殿、尾酒はこちらに置いておけばよろしいか。はい、ありがとうございます。あの、私は本当にお役に立てるのでしょうか。もちろんです。この戦、皆様の協力なくして勝利は得られません。さあ、出陣いたしましょう。下手を打てば彼の将来は去ってしまうでしょう。みんな、どうか私の指示通りに動いてください。戦場中央に大軍と対峙している英傑がいる。圧倒的な劣勢だ。すぐに助けなければ。あの位置と敵の陣形を見る。お待ちください。手出しは厳禁です。相手は小勢だ。このまま押し潰せ。後方部隊を南の城を押さえよ。城を出られては英傑の策が成り立ちません。敵が迫る前に倒してしまいましょう。こっちは撃っちまっていいんだな。槍の股だ。この戦の目的は仲間を増やすことです。戦場にいる逸材は誰一人として失ってはなりません。誰かは知らない。わしにかける博打好きがいる。あいつまだ潰れぬか。よし、北に回り込む。後方から奇襲をかける。あちらに行かれるのはまずいはず。急ぎ撃破してください。余計な世話をしろ。だが手際は悪いよ。これは言う。はぁ、両翼準備は良いな。かかれ。なんだ。うわ、敵を釣り合い伏兵で仕留めた。見事な戦法ですね。これが島津の釣りの癖だと。お主のことだと知らぬとでも思うか。目端の利く奴は嫌いではない。これより鬼島津が手を貸そう。お主、順に行くと言った。似たような身なりの男がこの戦場にいるぞ。士官の誘いを断り城に困っている。元の世界で仕事漬けだったなどと生かしている。きっと私のよく知る方でしょう。こんなこともあろうかと手土産を用意しています。そうですね、お市殿、お願いしてもいいですか。これを城にいる彼のもとに届けてください。はい、私でよければお引き受けいたします。見上げた野郎だぜ。お前は常に冷静で的確な判断を下される。淳育様のお味方で本当によかった。
や噂の釣りのぶせかよ。間近で見るとすげえ迫力だぜ。純一のやつ釣りのぶせを読んで指示してたのか。やっぱ王様の才ってのは伊達じゃねえ。伝令、敵の増援がこちらに近づいている模様。なるほど、今いる敵は千騎馬、主力が来れば武将を勧誘する余裕はなくなります。抜けてみよう。貨幣を持って大軍を撃つ、はい、見事だ。私には到底真似できない。なんて先までも見透かす純育殿の才、我が一族諸葛亮殿に匹敵するかもしれぬ。竜となる君だ、とどめだ。私がなすすべもなく負けると。随分と美しい姫君だ。それに私好みの美酒もいただけるとはありがたいね。さては純一殿の差し金かな。やれ、もう少し羽を伸ばしたかったけれど、やっとお会いできましたね、閣下殿。殿もお待ちです。その際お役立てください。残念だな、もう少しゆっくりしたかったけど、さっさと働かないといけないようだ。先遣隊は無事か。王黎明、今より参戦する。敵の増援とは、あの大軍我らだけで立ち向かえるのだろうか。再会を懐かしむのは後にしましょう。吉弘殿、どうかお力添えを。閣下殿、あなたもです。実に満足、良き戦であった。勝利を飾れたことだし、今夜は新たな仲間と飲み比べといこうか。改めてよろしくお願いします。頼もしい仲間を得られて幸運でした。ふん、何を言う。わしの動きはお主には筒抜けだったであろう。この結果も読み通りというやつではないか。いえ、そんなことはありません。味方の協力と皆さんの勇がなければことはうまく運ばなかったでしょう。己の才能におごらず、どこまでも謙虚か。どこぞのお嬢に聞かせてやりたいわ。純育殿、変わりないようだね。曹操殿もいるのだろうし、今宵はじっくり楽しめそうだ。閣下殿こそ相変わらずですね。お会いできて嬉しく思います。さあ、
皆さんがお待ちかねです。我らの本拠地へご案内いたします。大幕師参ろうか。各方向勝利は確定。よし、これは執着。あんた、博打強そうだな。けど、もしかしてイカ様も使うのか？その小手に何？小手には才能か。あ、俺の勘は結構冴えてる。ん？悪いこと考えてそうな顔だな。俺、邪念が入ると全然勘が働かないんだ。だからあんたの賭け事の手伝いもできないし。そこまで冴えた勘を。だろ？けどま、たまに戦場で役に立つこともあるんだ。うん。剣心殿の闘争は素晴らしいね。さすがは軍神。味方にいてこれほど心強い存在はないよ。汝が地も見事なり。時に汝は数多の闘争に身を投じていると聞く。軍団は美酒、剣心に地層せよ。もちろん構わないけれど、できれば本物の美酒、あなたなら。あ、待ってましたよ。義弘殿は賭け事に精通しているんですよね。ちょっと俺にもご指導。坊主、この鬼島津の博打を知りたいと。ダメだって。いや、俺坊主って年じゃ。多分あなたが思ってるよりずっと言ってますよ。さてはて、それ面白そうですね。いや、激戦の結果、連合軍に乱世の勧誘曹操が加わった。その後、連合軍に貴重な情報がもたらされる。オリンポスの主神ゼウスの居場所が判明したのである。だが、ゼウスに会うためには越えるべき壁が2つあった。敵対する総飛梁を通過すること、そしてゼウスを守る結界を解くことである。そんな中、曹操は息子曹丕の城を攻めるよう提案。石田三成の立てた策に従い、下降とんだ先行部隊は地下道から敵本拠への潜入を果たすのだった。地下道から先行して潜入しろとはどうなることかと思いましたが、うまくいってよかったです。あとは曹操様本隊が到着する前に付近の敵部隊を倒し地下道を封鎖するのでしたね。ああ、これは心を攻める戦、逃げ道を塞いでおくのが肝要らしいな。それに半兵衛純育も工作部隊として別に動いていると聞いた。正直策の全貌はよくわからんが、
俺たちは俺たちの役目を果たすだけだ。行くぞ。猛徳率いる本隊もそろそろ到着するはずだ。合流し敵を包囲するぞ。城の出入り口を抑えれば総飛軍を追い詰めることができますね。猛徳に心を攻める戦だ。誰の入れ知恵だか知らんが、勝ったと思うなよ。我が前に立つとは愚かな。さあ来やがれ。お前なんだ、ひとひねりだ。曹操殿と戦うは本意ではないが、師として手は抜けん。お前がそういう男なのは知っている。もとより手加減など望んでいない。お働き見事です。我が君、本当によろしいのですか。父君と刃を交えることになっても。今アレスに無用な疑念を持たれたくはない。それにおとなしく撃たれる父ではなかろう。地下道を抑えられてしまった。これでは皆が不安を抱いてしまう。じわじわと追い詰められていくこの感じ、嫌な過去を思い出しそう。その首もらい受ける。いざ。どこからか美しい額なのに、つい聞き入ってしまいそうです。本当に見事な演奏です。戦場でなければ鼓で表紙を取りたいところです。格が違ったわ。士官は目の前だ。全員すべ門をこじ開けよう。先行部隊が手はず通りやっているような魔法に上がれば、三成の描いた策の通り進んでおるが、猛徳が来たか。本隊と合流するぞ。また戦いが始まるのですね。静かに楽を奏でることすら。許されないとは。曹操殿まで現れたか。地下道も塞がれ、俺たちに未来はあるのか。おお、お前の戦並大抵ではないな。父は先行部隊と本隊とで敵を包囲する。鍵を持つ者もいるようだ。逃げ場をなくした上で攻め立てるとは、未来に真相な戦をなさいますね。父の狙いは城を落とすことではない、我らの報復よ。時代のため、今は引きます。先行部隊と本隊に分かれて進軍とかいらなくね。ガーッと突っ込んでガーッと倒せば楽じゃね。策はそれだけじゃないらしいぞ。本気で工作部隊が動いてるって話だ。はぁ、聞いてねえし。先行部隊との合流は何、もはや敵は袋のネズミ。これが心を攻める策か。あとは待つのよ。敵は勝手に崩れるはず。もはや勝ち目はない、逃げ場もない。我らは降伏するぞ。
門を開けよう。早くも下る者が出たか。投降は連鎖する。この流れが続くと全ては投降を誘う策。宗妃殿の読み通りだったのですね。シトンは策を見抜いていたが、この成長を喜ばしく思うぞ。スサビは撃った。これより反撃に移る。しかも投降を防がんと撃って出るか。全軍敵の迎撃に備えよう。必死に切り結ぶ姿素敵。宗妃殿のため曹操殿と戦う、皮肉な状況ですね。ならばせめて美しく華麗に舞ってみせましょう。怪しい蝶の犬、とても素敵ね。もっと見せて。おお、美の理解者に出会えるとは。ならば今絶美を体現する。ただそのためだけに戦いましょう。ウバタラキ、我が名は大王。心を攻めるのか。左下の上に向かい。どうした、なんか失敗したのか。我が名は超知恵。お前は頭で近くなんだけどな。それで慰めているつもりか。言っておくが、策はまだ終わってはいない。美しい超支援バイク。散りゆく美しさなど私には不要。またお会いしましょう。お見事な武勇にございます。アメツチにことほうでおりましょう。こいつA8、 これにより私が叶う相手じゃねえか。さて次なる策に移るか。これはどういうこと。城門が閉ざされて味方と連携が。知らぬうちにネズミが入り込んでいた。去ってくれる。隠れてるって案外辛いね。ですが策はなりました。ハンデー殿、敵城へ侵入しての撹乱、お見事です。へへ、昔取った絹塚ってやつ。狭い城の中って指揮系統が混乱しやすいんだよね。敵は孤立し浮き足立っています。今のうちに括弧撃破してしまいましょう。策はなったか。わしは士官に会いに行く。我が軍は分断され総崩れ。ならば父、私自ら出迎えよう。A8、 これにあり。我が君、神々しいですね。ウバタラキ、タイム。孤立した敵を撃つぞ。ナン、修羅に入ります。お前の戦、並大抵ではないな。俺はこっちの敵を撃つ。マサナ、向こうは頼んだぞ。おう、やられんなよ、清正。太陽の外槍にかけ、来たれ水流。カコートンさん、ずっと気になっていたことがあります。あなたはなぜ主を呼び捨てになさるのですか。わからんだろ。ならばお前も呼んでみろ。あの魔王、おい信長だな。なんと無礼な。そんなことをするくらいなら乱は死を選びます。お見事な武勇にございます。雨土にことほいでおりましょう。
半兵衛の策は鮮やかだ。なあ、我が陣営にはあの才が欲しいものよ。軍師なら大勢いるでしょう。うちの半兵衛はあげられないわ。あなたも頭を下げて投降したらどう。私の前でひざまずけば許してあげてもいいのよ。あなたの許しなんて必要ありませんわ。私は我が君のために戦い続けます。見せましたな。この城と宝は好きにされよ。宝とは。宝とは城の箱に隠されていたこの書状のことか。4つの闘技場とそれぞれに対応する力の内容が書かれていますね。最初の闘技場は知恵、次は美。これは一体。ゼウス様の結界を解く方法でございます。それぞれの力は腕輪に宿る神を指しています。その腕輪を持つ者が闘技場を破る鍵。闘技場を全て攻略すれば結界は破れるでしょう。あっさりこれを渡したということは、士官は内側からオリンポスの軍を崩そうとしているのだな。はい、神々の監視があったため事情をお話しできず、これまでですが、この地を避けずに進軍していた。そうそう、お前はこの事態を読んでいたのか。はっきりとはさすがにわからん。しかし、もし何かしら聞き出せるとすれば、神の目が届かぬここしかないと踏んだまでよ。親子揃って食えぬ奴ら。まあいい、急ぎオリュンポス本拠地の市超春愛い時代のため。よし、これは執着。神への道は開かれ、結界を解く方法も分かった。しかも宗妃も味方だっちゅうことは。神に挑むは今ズオ。オリュンポスの神相手にここまでやるとはな。まったく、お前たちはいつも私を驚かせてくれる。ジョカ殿、お褒めいただくにはまだ早いかと。道中アレスたちの邪魔が入ることは確実です。十分に準備を整え、これを突破せねば。そうですね、
この先ますます気を引き締めてまいりましょう。戦場あなたの動きは素晴らしいですね。戦場にあってなおしなやかであでやか、まさに混沌とした世界に舞う鮮やかな蝶。くだらない美辞麗句かと思ったら案外本質を捉えてるのね。偶然とはいえ私の名を言い当てるなんて。私もあなたの考え方は嫌いじゃないわ。どこまでも美しくあることを追求する。はっきりしてて素敵じゃない。お褒めに預かり光栄です。これからはあなたと共に戦える、そう思うと胸が高鳴ります。一対の蝶となって鮮やかに戦場を舞いましょう。いいわ、私たちが皆を美しい地獄へ導いてあげましょう。ああ、ゴエモン殿、あなたは惜しい。実は おいおい、会っていきなり惜しいはねえだろ。俺様、あなたの内面に花公園将軍と同じものを感じます。あなたは弱き者を助ける。それをみんなに比べてモテねえし。そう、誰より美しい、誰より醜い。美とあなたの心は美しい、それは事実です。自信を持ち。おい待ってくれ、あんたの話。君は楽にも歌にも通じているそうだな。ぜひじっくり語り合ってみたかった。この世界で機会を得られるとはありがたい。それは私も同じです、周遊様。あの、ぶしつけなお願いでは。曲に誤りあれば就労が不利。なんと、そのよう。なぜでしょう。私はこのお話を。だからこそこうしてお会いできて大変嬉しく思っているのです。そうか、君に興味を抱かせる一助となったのなら期待に応えられるかどうかはわからないが、私でよければぜひ雲を聞かせてくれ。はい、どうぞよろしくお願いいたします。秀吉殿、せっかくの出会いを祝して共に美酒。おお、いいの。しかし、もちろん分かっています。今夜はとっておきの場所にご案内しますよ。さすが閣下じゃ、話が早い。お前さんが進めるところ。ええか。私、かぐや様、旋回とはどのような場所なのでしょう。景観は美しく、空気は澄み、私たちにとってはとても心地よい場所にございます。まあ、できれば一度目にしてみたいものです。きっと市場がかきたてられるでしょう。ええ、そうですね。あなた様なら美しい歌旋回にお招きできればよいのですが、よほどのことがなければ住人以外立ち入ってはお力になれず申し訳ございません。そのようにせっかく。そう言っていただけて嬉しく存じます。私でよければいくらでもお話ししましょう。you
しい親子対決は曹操に軍配が上がった。曹丕は撤退の際、父に問わるものを託す。それはオリンポスの神の本拠地、ゼウスを守る結界の解き方に関する情報だった。連合軍はこの重要な情報を手に進攻の準備を整える。今度こそゼウスを追い詰める。連合軍は意気揚々と神の領地に攻め込んだ。なんということでしょう。行く手にアテナとアレスの軍勢が。諸葛丹の予想が当たったっちゅうことか。お前さんの言う通り、準備を入念に整えておいてよかったわ。いえ、お役に立てたなら何よりです。あの神様たちを倒さないと前に進めないんだよね。だったら力を合わせて頑張らないと。ええ、何としてもゼウスへの道を開き。さすがは神の軍勢。そう簡単に本拠に攻め込ませてはくれぬようです。なに、物は考えようじゃ。この大軍に勝ちゃ意気揚々とゼウスに会えるで。ゼウス様、指揮はこの私にお任せ。リスナリ、私と一緒に前に出ようよ。お姉様、行ってくるね。おねね様、引っ張らないでください。行ってこい、ミツナリ。戦の指揮はわしと諸葛丹に任せればいい。よくやってくれた。敵の布陣を見る限り罠はなさそうだが、皆警戒を怠らず進軍してくれ。軍事件、いざ参る。体の動くうちに進んでおこう。よし、果敢に攻め、敵の勢いをくじくぞ。あちこちに怪物がいるよ。操っているものは見当たらない。アレスたちが後方から操っているのだろう。私の前線に出る。先に怪物の数を減らしてやれ。超支流剣山、くれぐれも無理はせんでくれよ。皆で生き残ってゼウスの面を拝んでやろうじゃ。ゼウスとなんていいぞ。おどめだ。共にいざ参る。はよい。敵はどうも受け身に見えるの。少しでも足止めできればええっちゅうことだ。こちらにとっては悪くない状況です。積極的に攻め、少しでも戦力を削りましょう。会えて嬉しいわ、聖領の死神。さあ、今度こそ私のものに。平八、これにあり。すぐ楽にしてあげる。体が動かないと。少し休まないと。待っていてね、馬長。よっしゃ、怪物はだいぶ片付いたね。奴らではこれが限界か。人間どもが調子好きやって。いいだろう、俺自ら相手をしてやる。才能が槍にかけ、鍛え水流。よくやってくれた。お
どんな敵も我が槍で貫くのみ。文王殿は正気にあふれていて羨ましい。私も微力ながらつくぞ。もっと時間を稼げると思っていたが、人間を甘く見すぎていたようだな。やつらがしつこいせいで失敗続き。このまま父上の元へ行かせてたまるか。おお、いい戦ぶりだ。ついに主神ゼウスに会う時が迫ってきた。神々しい姿を見れば私の体も治るだろうか。竜と鳴き各位、今は目の前の敵に集中しましょう。この調子で頼むぞ。諸葛丹殿、随分張り切っておられるようですが、あの元気、私にも少し分けていただきたい。我らの攻勢に耐えかねアレスが出てきた。この好機逃してはならん。ならばこの文事件が挑もう。上等だ。帰り討ちにしてやる。よくやった。だが、お前ならもっとできよう。違うか？私が前線に出る必要はなかったんですね。三成、異界でも考え込んでばかりだったでしょう。たまには思いっきり体を動かさないとね。お心遣い感謝します。ですが、先ほどから激しく動いているのはおねねさんだけか。秀吉、俺を裏切った貴様、絶対に許さん。そりゃ悪かったろ。じゃが、お前さんのごまさりは付き合いけんわ。嘘だ、この俺が人間ごときになんとも。そもそも父上が余計なことを思いつかなければ。おお、正気あふれる活躍だ。このまま切り込むぞ。遅れるな、人の子らよ。さすがは戦界の住人だ。この馬防機も全力で参る。うわっ、やられちまう。戦闘も不調、私の体も不調。踏んだり蹴ったりとはまさにこのこと。よくやった。だが、お前ならもっとできよう。違うか？私も昔は人間を低く見ていた。その上で忠告する。改めた方がいい。その言葉、アレスに伝えてもらえれば助かる。過言があるせいか、私の話など聞かぬのでな。これが人間の力か。父上、あなたの願いは叶うのでしょうか。オーレーヌ、死の道を開かん。私も行く。今度こそあの男を。竜となき水だ、とどめだ。馬長、宗妃殿の思惑には感づいた。我は矛を収めてよいはず。聞こうがいいか。難しいかもしれない。
敵を憎む気持ちは俺にもわかる。だが世界の危機を前に今は手を結ばねば。それがしは降伏する。王位殿のことは貴公らに託すとしよう。馬長、王位のことは私に任せろ。あのような手合いは理屈で解き伏せればいい。私も行くよ。あの子のことは放っておけないもん。よくやってくれた。復讐の邪魔をするのは誰であろうと許さない。私は悪夢を終わらせたいの。ねえ、そんな悲しいこと言わないで。みんなで協力しないと世界が滅んじゃうんだよ。そう、でもあの男を撃てるなら世界が滅んでも構わないわ。ムバタル、はい。やった、戦もはかどるわ。我らにて無双の武を示さない。賢い、いい子だね。復讐を遂げたのは元の世界に戻れば全て忘れる。お前の心は満たされぬまま悪夢は続くだろう。だからここで馬長を倒しても仕方ないんだよ。みんなで協力して早く元の世界に帰ろう。そんな、私はここで馬長を殺せば永遠に悪夢は覚めない。今はあなたたちと共に戦うしかないのね。新しい仲間が増えて嬉しいよ。宝徳、王位、これからよろしくね。うむ、この部、これよりはただ人のために振るわん。元の世界でなければ私の願いは果たせない。そうか、これで道を阻む神たちは消えた。あとはゼウスの元へ突き進むだけじゃな。みんな急ぐで。ほう、黎明、死の復讐。よしよし、うまくいったな。申し訳ありません。人間たちの侵攻を食い止めることができませんでした。そうか、彼らはどんどん力をつけているようだな。面白い。父上、あなたはこの世界で何をしようとしているのです。こんな大掛かりな仕掛けをしてまで。うん、少々試してみたいことがあってな。まあ、お前たちにもすぐにわかるだろう。それまで力を尽くしてもらうぞ。散々働かせておいて真意を話さぬと、父にとって俺たちは一体何なのだ。この件もまたくだらん気まぐれではあるまいな。口を慎め、アレス。父上はオリュンポスの神々を滑る王。不尊な言い方はたとえ子であろうとも許されぬと思え。こと と次第によっては、あの話、考える価値はあるかもしれんな。ついにゼウスとの決戦の時ですね。最初に戦った時より私たち力をつけられたと思います。それに結界の解き方も教わりましたし。オーディン、ロキ、ダッキ、そして破壊神、奴らの動向も気になるが、今は目の前のゼウスを倒すのが先決だ。うん、皆で力を合わせ神に挑もう。この世界の謎を解き明かすために。早く言いなさいよ、言いなさいったら。熊姫様、お許しを。
する乙女のための耳寄りの情報って何なのよ。実はとある村に男気あふれる武将がおるそうな。正義感が強く武勇に秀でた大食漢だそうな。大食漢の男、来た来た来た、長年の修行の成果見せる時、自慢の手料理で胃袋掴んで虜にしたる。カイ殿の料理は絶品、満たされないこの心が一時だけ慰められるほどに。この機を逃すわけにはいかないわ。戦場をこん…君、恨みがある男がいるんだって？僕が切ってあげるよ。やめて。あれ、君腕が良さそうなのに切れないんでしょ？僕が追いかけて切ってあげようと思ったのに。私はこの手で復讐を果たすと決めているの。手出しは無用よ。そんな親切心があるなら今夜付き合ってちょうだい。私に関わったこと後悔させてあげるから。君一体何をする気なの？大人の宴よ。たくさんのお酒と肉に囲まれて思う様のみ食らうの。それはすごいね。あなたは？雪村殿の槍術はまっすぐで潔い。澄み渡った貴公自身の心が現れているな。まさに死の道を進ん…いえ、私など宝徳殿こそ力強く迷いのない戦いぶり、お見事です。まさに物の譜としてあるべき姿。身に余る。このような世界で出会ったの。願ってもないこと。宝徳殿、これからどうぞ。銀千代殿の鎧は素晴らしいな。実用的でありながらと気づいたか。この南蛮銅の鋼は火事が極めし最高の配合からなる一品で、またこの曲線こそが鉄砲の弾を受けたとて、そ聞き手側は武器の取り回しのため。そうか、宝徳殿ほどの武人に褒められようとはな。戻った。カイ殿は気立てもよくて美人。そして強敵に対抗するため一人でも味方を増やしたい連合軍。そんな折、正義感にあふれ武勇に秀でた将がいるとの情報がもたらされる。その男は類まれな大食漢だという。これを聞いた海姫は
自慢の手料理で大食漢を虜にせんと息巻き、男が倉庫番を務める村へと出陣。海姫の料理を狙う王位もその後に従った。一方、大食漢が番人を務める倉庫には、さあ今日は腕によりをかけるわよ。噂の男気や私ムード乙女のもちろん。相手は大食漢、これぞ乙女の腕の見せ所。私の手料理で胃袋つかんざる。カイ殿の料理は絶品、人に渡すのは惜しいけれど仕方ないのね。あんなところに食料庫、もしや大食漢の彼が隠れているかも。誰だ、娘が見つかったか。噂の将じゃないのか。よからぬことを考えているなら倒さない。妖魔め、この食料は我らの蓄え、渡すわけには。引っ込んでろ、食い物は俺たちが根こそぎいただくぜ。よしよし、趣味よく運び出せているようだ。俺は一眠りしてくれ。お前ら怠けるなよ。お任せを、米粒一つ残らず盗み出します。よし、中の奴らもとっちめたる。なに、外で凶暴な女が暴れているだと。まずい、食料を早く運び出せ。人の食料を奪うなんて許せぬ。徹底的に追い詰めてあげる。そうよ、絶対許せない。大食漢の彼に手料理を振る舞う、乙女の女子力を見せつける好機、逃すもんか。いい動きね、ずっと見ていたくなる。気持ちいいと苦しめてやろう。広さの割に食料が少ない。皆様すでに妖魔に盗まれたという。凶暴女が入ってきた。誰が凶暴女よ、お料理上司。せっかくあいつがいない隙を狙ったのに、あのデカブツよりよっぽど怖いよ。はあ、誰が怖いですって。デカブチ、それに大食漢、もしかしたらあの兵士どこへ行くのかしら。追った方が良さそうね。さあ覚えてろよ。ああ、また水木様に怒鳴られる。邪魔者は成敗したし、お料理女子に切り替えないと。やっぱり第一印象が肝心よね。大変だ、オイラたちの食料庫が荒らされてるだよ。悪さする奴はとっちめてやるぞ。ちょっと待って、まさかあの人が探し求めていた大食漢の彼。そう、キョチョ殿。でも困ったわ、この状況だと間違いなく私たちが疑われそう。村のみんなの大事な食い物がおめえらが盗んだだか。違う、私たちはただ美味しい料理を作って食べて。みんなのものを勝手に食っちまおうとしたのか。とっちめてやるだよ。ぬすっとに負けちまっただ。みんなに合わせる顔がねえだ。このままではキョチョ殿の誤解は解けない。盗まれた食料を取り返すしかなさそうね。じゃあ
キョチョさんにも一緒に来てもらいましょう。私たちがヌスッとじゃないって証明するの。食料の保管場所は分かったわ。後で回収しに行かないと。引き出しする。敵の兵から食料の保管場所を聞き出しておいたわ。手分けして回収しましょう。食べても変わらないし、満たされない。こんなに多くの肉まんを奪っていたのに本当に許せない。おいら肉まん大好きだ。半分こして食べるともっと美味しいぞ。盗んだ食料を渡さねえ。ミルク様にこっぴどくお仕置きされちまうからな。なんなの、すごい気迫。うわー、押されてたまるか。いいぞ、その調子だよ。今日は調子が悪い。締めてやろう。飲まねえとやってらんねえ。見逃してくれたらお前らにも分けてやるぜ。私を酔わせたいの？でもここにある酒樽だけで足りるかしら。すごい種類。これだけ飲むと私でも酔えるかしら。酒があるとみんな喜ぶからな。でもオイラは食う方が好きだぞ。おお、狙いのにやるわ。ちなみにキョチョさんの一番の好物って何？オイラ何でも好きだぞ。けど一番は、効果は考えねえと決められねえだ。カイドナの料理は何度か食べたけれど、どれも絶品。他にはどんなものが作れるのかしら。煮物に煮転がしや焼き魚は基本中の基本。あとはカニね、お団子にあんころ餅、それからすごいね、たくさん作れるのね。カイドウはいつか私を満たしてくれるかしら。立派な桃、きっと大切に育てたのね。取り戻せてよかった。甘くて美味しい桃だ。今が食べ頃だぞ。いいぞ、その調子だよ。助けに来てくれただけありがとうね。
見ていたくない。大無理さん、ありがとね。盗っ人と間違えて悪かっただよ。よし、食料は運び出せたか。手だれもいねえ。何もたついてるんだ。さっさと奪い取れ。ようやく黒幕のお出ましね。あいつのせいで盗っ人呼ばわりされたんだから。あれが泥棒の親分だが、オイラがとっちめてやるだよ。おお、狙いのにやるわ。おめえこそ真の三国無双だ。それにしてもなぜチョチョ殿が食糧庫に。知らない土地で腹も減ってオイラ倒れちまっただ。そしたら村のみんなが食べ物を分けてくれただよ。だから恩返しに食料庫の搬入引き受けただ。なのに食料奪われちまって、どうしたら。これでやっと本題に入れるわね。お願い、あなたの力を借りたくて来たの。もし仲間になってくれたら、とっておきの手料理作ってあげる。あのおにぎりよりうめえもの作れるだが、おいら一緒に行くだよ。カイドナのとっておき楽しみね。今夜こそ満たされることができるかしら。ルスットと間違えて悪かった。よしよしよし、巨女様は曹操様。人間たちの強い覚悟がゼウスへの道を開いた。連合軍は妨害も跳ねのけ、敵地深くに進軍。ついにゼウスの夜地へとたどり着く。復活した破壊神や暗躍するロキ、そして姿を現さない神オーディン。未だに解決していない謎はあまたある。だが連合軍はゼウスに向かって突き進む。彼の口からこの異界を作った真意を聞くために。ついに宗妃から得た情報が役立つ時が来たな。ゼウスを守る結界は
4つの闘技場の主を倒せば破れるらしい。鍵となるのは私たちの腕輪か。つまり私たちがやられたらおしまいってことですよね。頑張らないと。ではいざ進みましょう。ゼウスの真意を確かめるために。結界を解除しなければゼウスの真意を聞くことはできない。全ての闘技場の主を倒せば結界は破れるはずです。参りましょう。宗妃からの情報によれば、最初の闘技場は知恵の力で開けました。俺の腕輪に宿るのはヘルムス、知恵者の神だぞ。俺から行こう。闘技場に入るには昌雲殿たちの力が必要。何としても彼らを守らねば。信じられる。力負けするなんて。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。わしの元へ来るには結界が邪魔をしている。そして結界を破り、それなりの段取りが必要。力のみでは突破できないのだ。さて、ここまでたどり着けるかな。俺はヘルメスの力を使うものだ。開門せよ。すごいです。本当に開きました。宗妃さんがくれた情報はこのことだったんですね。知恵の力を引き出した人間か。いいだ、私に挑むがいい。私たちが結界を破ろうとしてるのに、ゼウスって神様まだまだ余裕みたい。そうね、何か考えがあるのかも。諸君も油断しないでね。そろそろ教えてください、あなたの真意。それはまだ言えんな。もうしばらくお前の手を借りることにはなるだろう。父上、闘技場の主が残った。これでいいな。すごい、三成様やったね。この調子で参りましょう。次は確か技能みたいなでしたか。多分それは私ですよね。この腕輪は美の女神のものだと聞いたので、私ごときが美を語るなんて恥ずかしい。ですがやるしかありませんよね。そう、人の腕輪、あの闘技場の鍵は光だ。そしてこの腕輪には光明神アポロンの力が宿るそうだ。ならば私が行けば開くはず。いざ。ウガタラキタイムス。ほう、闘技場を制したか。まぐれではないかもしれない。
わしの元へ来てくれた方が盛り上がるか。美の女神アフロディーテの力を借りているものです。この闘技場に挑ませてください。門を開けるとは、俺に挑む資格はあるよ。お前の力を見せてみろ。今日はもう勘弁してやる。よかった、この闘技場は制しました。ナオトラ様、さすがです。私も頑張らなきゃ。すごく頼もしいです。奴らは順調に進んでいるようだ。ええ、我が君の助言をきちんと理解できたようです。父がうまく察してくれた。なんと勇ましき。そこまで人間との交流を避ける。我ら神が人間よりはるかに高位の存在、奴らと親しくするなどとんでもない、人間と話すのはなかなか楽しいがな。敵をくじくにはこの手だ。怪物か、打ち払い、前に進まん。奴らの攻撃をかいくぐってくるとは。なんという屈辱。木村殿のどんな逆境にもくじけぬ心、私ももっと見習わねば。私も趙雲殿の砲術から学ばせてもらっています。我々が共にあればどこまでも強くなれそうですね。ああ、これからも切磋琢磨していこう。このような会話前にもした気がするな。いや、水鏡で見ていた通り英傑ぞろい。それに何といっても美女が多い。我が名は趙紫陽、大名神アポロンの力を借りる者。なぜ闘技場を突破する術が分かった。まあいい、父上のもとへは行かせぬぞ。破れるとは。アレス、あとは頼んだ。アテナまで破れたか。だが
俺がいるこの闘技場は決して破れない。そもそもポセイドンの力を持つのは奴。人間どもは俺に挑むことすらできない。残る闘技場は一つ。その鍵は海。私の腕輪はオーディの仲間のものだから違う。一体誰なら開けられるのだ。私だ。ソーヒトン、あなた。いや、そもそもなぜ今寝返りを。この時まで奴らに従う必要があった。警戒をされてしまっては面倒だから。私の腕輪には海の神ポセイドンの力が宿っている。さあアレス、貴様に挑ませてもらうぞ。神を裏切るとは愚かな。人間の分際だ。理解できん。来い。戦いの神たる俺が完膚なきまでに叩きのめしてやる。担当しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。破れたと抑えきれません。この時に腕輪の力など与えるか。腕輪の力、果たして本当にそうかな、アレス。結界が破れた。今こそゼウスの真意を確かめん。さあ人間たちよ、お前たちの力をわしに見せてくれ。その際捨てたものではないな。父上、私もお力添えいたします。人間どもめ、屈辱を晴らしてくれるわ。こそはい。あなたは何の目的でこの世界を作ったのですか。これぞ無前にも言ったはずだ。力づくで果たせてみせよ。け、その余裕、自信の表れか。全身全霊の部で挑まれば。さすがはあの魔王を倒した英雄たちよ。お前たちの戦いをオリンポスから覗いていてな、一度戦ってみたくなったのよ。そのためにこんなことを。いや、すまなかったな。ふざけるな。貴様など神々の王にふさわしくない。何を。子は父を殺しようとなる。この男もそうして今の地位を手に入れたのだ。今度は俺の番だ。よく決断してくれたな、アレス。やはりお前こそ我々と共に世を滑るべき存在。許すものか。あなたは。私はオーディン。アースガルズを滑、そしてこれから全ての世を滑る存在だ。総主官が天を。私がた。オーディン、あのまがまがしい気配、ただものではないな。ああ、命が惜しければとにかく急いで逃げろ。奴はあらゆる知恵と力を手に入れた神、滅びの運命すらねじ曲げた男だ。ゼウスの力を奪ったアレスもいては勝ち目がない。
わかりましたわ。今は生き延びることだけを考えましょう。戦場をこん真田信行だったか。弟の雪村のことが心配でたまらないようだな。雪村は腕輪を持つ者の使命として危険な戦いの私は兄として何もしてやることができない。それが辛いのです。人にはそれぞれ得意とする領分がある。知性、武勇、軍略、王座の際、こたびは私や雪村が腕輪に選ばれた。故に戦いの中心として力を尽くしている。お前そうお前にならば、小十郎様、あなたも笛をたしなまれ。まさに青天の霹靂であった。アレスの裏切りにより異界の創造主ゼウスは撃たれた。そして突如現れた神オーディンが全世界の支配を宣言する。ゼウスとの和解により乱は収束に向かう。人間のそんな目論みは一瞬で吹き飛んでしまった。オーディンは圧倒的な力を持って人間の前に立ちはだかる。ゼウスとの死闘で力を使い果たした連合軍にもはや抗う術はない。彼らに残された道は撤退のみであった。アースガルズの奴らあっという間にわしらを取り囲んじまった。少しでも味方を助けながら進まんと。ええ、幸いオーディンは状況を静観しています。急げば何とかなるかもしれません。強大な力があるからこその余裕か。何を考えているか全くわからんな。奴の動向には十分に注意しなければ。オーディン、ついに姿を現したか。あの者の力、計り知れぬ。奴やアレスに今挑むのは無謀だ。各地の味方を援護しつつ、脱出戦に誘導しよう。秀吉、皆を無事に逃がすために力を貸せ。オーディンと対抗するべく、アテナも守ってほしい。お安い御用じゃ、美人は守っちゃる。なんておちゃらけた場合じゃねえわ。世話かけて悪いな。敵の勢いが半端なくてよ。ここで命は捨てられぬ。味方と共に引くと死ぬ。もう駆け出しする。ウバタラキタイム。私こそ全ての世を滑る存在。ほう、全てっちゅうことはこの世界も戦界もわしらの住む人間界もか。そうだ、そのための手段がここにはある。邪魔をするなら消してくれよ。助かったぜ。ゼウスとやり合った後じゃなければな。ジョカ殿の言う通り、引くしかないわい。
それに父の力を奪ったアレス、もはや人の手には負えまい。お前たちは早く逃げろ。フン、強がり、お前の手になら負えるというのか。見上げた野郎だぜ、お前は。よく言ったぞロキ殿。あなたの叶えたい危機とはオーディンの復活、そしてゼウスの死なのですか。まさかそんなものは序の口に過ぎない。私の願いはこの先に。こうなっては人も神もない。今は生き延びるため力を合わせましょう。分かった。共にこの場を切り抜けるとしよう。手は年中の記憶に留め、船で逃げるので凡人の考えそうなことだ。この私が燃やし尽くしてやる。炎をまとった怪物だと。船を燃やす気か。早く操っているものを倒さねば。船を燃やされてたまるかよ。わしが止めてやれ。撤退を邪魔されてはかなわん。炎の怪物を吹っ飛ばそうぞ。選ばれた者に不可能。怪物も面白いようにしたわ。あの男が怪物を操っている。やつを撃てば怪物を止められるはずだ。よく言った。だが、お前なら持ってできよう。違うか。慌ててるね。この隙に攻めさせてもらうよ。ルガタラ、タイン。これが父上の力。俺は主神になったのだ。正しき秩序で世の全てを支配できる。正しき秩序。父上のやり方ではいけなかったというのか。調子に乗るな。人類の記憶に留める。アテナや皆を連れてカイロへ向かうぞ。承知したで。段取りは全てわしがやってる。皆急いでこの戦場を離れるんじゃ。後のしんがりはわしが受け持つ。ではもう一方のしんがりは私にお任せ。秀吉様、どうかお気をつけください。後ろは任せたぜ、秀吉。俺たちは退路を切り開く。猿目が踏ん張っておるか。鬼柴田がここで退路を確保してやろう。人間を頼るのも情けないが、今は協力するしかあるまい。見上げた野郎だぜ、お前は。おめえもなかなかのもんじゃねえか。を感じるぜ。気に食わぬが、オーディンとやらは他の神とは威圧感が違うわ。敵を逃がしては部門の恥。弁慶、二手に分かれて追撃するぞ。おうよ、義経様。あっちの連中は俺がぶっ潰してくるぜ。どっち、そう簡単に逃がしてはくれぬか。敵の追撃、
この高幸福が防いでやるわ。さあ相手をせい。あっちゃー、追っ手が来よったね。あの頭巾のやつなかなかやりそうじゃねえか。けどよ、こっから先は行かせねえ。人間ども、悪あがきなら、こう俺が直々に消してやる。せっかくだ、私の力を見せてやる。ロキ、お前はアレスを援護してやる。できれば奴らの相手はしたくなかった。だが一体単に落ち込めれば勝機はある。一人一人囲んで倒してしまおう。A8、これにより。私は逃げ切れたが、人間たちは大丈夫なのだろうか。赤い家の渇望は止められん。奴らに滅びよう。これぞ無双。ああかこんな時に破壊神まで現れるとは。しかもあいつ、わしを追ってきとらんか。ウバタラ、タイン。切れた。残っている者みんな助け合って撤退してほしい。よっしゃ、みんなうまく撤退できたようじゃな。あとはわしらが逃げ切るだけじゃ。滅びの定めからは逃れられん。うわっちゃ、追いつかれちまった。このままじゃ退却できんわ。戦うしかねえ。俺の記憶に、おめえもなかなかのもんじゃねえか。すまん、わしがやられちまったらどうしようもないわな。私は逃げ切れたが、人間たちは大丈夫なのだろうか。赤い家の渇望は止められん。奴らに滅びよう。かあ、こんな時に破壊神まで現れるとは。しかもあいつ、わしを追ってきとらんか。ウバタラキ、タイン。世を滅ぼす者。
っと、今のうちに急いで逃げるんじゃ。おめえこそ真の戦力武装だ。ほう、こいつは恐れ入った。わしもこうしてはおれん。源の九郎義経、これにあり。いいところに来た。手を貸してくれんか。受けてみろ。俺が遅れを取ると。平八、これにあり。撤退してほしい。よっしゃ、みんなうまく撤退できたようじゃな。あとはわしらが逃げ切るだけじゃ。早くこっちへ来てくれ。みんなで生き延びるんじゃ。力を思い知ったわ。今後どう戦うか知恵を絞らんとな。なんとか逃げ切れたか。しかし凄まじい力じゃったわ。全ての世を滑るとか言うとったが、やつは一体どうするつもりなんじゃ。それを探りつつ対抗する手段を考える。難しいですが、力を尽くすしかないでしょう。かつてわしらはオロチやヨウジャのもたらした絶望的な状況から這い上がった。今回も希望を捨てねばきっとなんとかなる。待て、今回は急を要するゆえに協力したが、お前たちはもうこれ以上オーディンやアレスに関わるな。人間は本来神に守られるべき存在。父が巻き込んでしまったことは心から謝罪する。あとは私に任せておいてくれ。お、何か手があると。それはわしらには戦う力がある。誰かに運命を委ねてただ待つんじゃなく、自ら道を切り開きたいんじゃ。アテナ殿、よければそのために力を貸してもらえないだろうか。分かった。私は女神として人間を見守る義務がある。そしてお前たちを巻き込んだ責任もしばらくは共にやろう。責任感が強いのはいいが、融通が効かんな。まあいい、お前の力
頼みにさせてもらうぞ。俺は執着。追っ手が凄まじい勢いで迫っています。率いているのは呂布です。ああ、やっぱりそんな気はしてたんだよな。このまま追いつかれそうな予感がするぜ。そうなっては大変です。お前たち忍びは偵察を得意とするそうだな。お仕事でやんすね。実はお安く教育炎章さんの、ま、なるほど、ノリ。戦場をコン